私の腰を見たから虫もさなかいて高い高い塔の上に立ち込んでられてた。それがそれが綺麗な気持ちがいため息づいてふわっと地平に眺めていたあの人を持つ。いつかの不登校の闇運命の敵優しく見つめ合う二人すぐ恋に落ちた。遠くの落ちさまどんなに振り回っていても二度と会うこともできない心もない人。私のおじさま今どうしていますか。私の小さなこの胸張り裂けそう。ここまで歩いてる心も